続いてはインドの美味しい料理と習い事をリサーチ。続きましてはですね、こちらにラウンド。元気ないですね、大丈夫ですか。あ、やかましいわ。ほっといてくれよ、もう俺のことはもう。早速行きましょう。誰が調べてくんねん、これ。やってきたのは京都にあるラジャというインド料理のお店。どうもどうも、こんにちは、お久しぶりでございます。ちょっとお久しぶりです。覚えてますか。覚えてますよ。ちょっとこちらのお店を経営しているインド出身のラジャさんは、以前生姜を焼いてそのまま食べるというインドの健康法を教えてくれた人。しかし西森にはあまり良い思い出ではないようで。今日でラジオ大好きになるよ。あ、なるほど。前はその焼き神社で何をしてくれてんねんと思ったけども、うん、今日で西森はもうラジオのこと大好きになるよ。料理が美味しいからって大好きまではいかないですよ。そこまで頑張ります。インド料理といえばカレーですが、ラジャさんがおすすめするインド料理は日本ではここでしか食べられないというメニュー。おっと、何でしょうか。インドの家庭料理、これは何ていう料理ですか。これは名前はサンドイッチですね。サンドイッチ、サンドイッチ。ペースト状にしたジャガイモに様々な香辛料を混ぜ合わせて作る野菜マサラを挟んだサンドイッチ。インドでは家庭料理としてよく食べられているのだそう。うん、おいしい。カップヌードルの芋のとこいっぱい入れたみたいな。それはうまいな。あれ怒ったんだな。な、おいしい。ほんまにカップヌードルの芋のとこいっぱい入れた。カレーのな。カレーの、うん、野菜ばっかりでしょ。そう、野菜、いや 100% 野菜。これはヘルシーよ、だから、うん、食事の後は習い事。インドの伝統的なスポーツとは。これインドのトラディショナルのスポーツですね。スポーツ名前はクスティですね。クスティさんのためスペシャル先生。ああ、なるほど。いるよ先生が。いる。そう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 、読んだんですね。はい、読んでいい。はい、読んでください。あ、バブルジーアンダライエー。うわ、もうダメや。うわー、もう出た出た、また持ってる。またオイルや。オイル、ボディの油です。うわー、やってるやん。もう偽のやつ。店ののれんダマなそうな。ほんまに前のオンエア見て勝手になんか言うてんじゃん。そんなじゃない。それそう、以前西森はオリーブオイルを体に塗って戦うトルコの国技ヤルギュレッシュをやりましたが、なんと同じような格闘技がインドにもあったのです。しかもその歴史は5000年以上とも言われる由緒あるもの。クスティはごま油を体に塗って戦い、相手の背中全体を地面につければ勝ちとなります。さあ、というわけで、ご覧のように特設リングを、作らさせていただきまして、どこやねんここ。さっきから人めっちゃ歩いてるやん。では京都のど真ん中で何してんねん。準備の方していただいてよろしいですかね。はい、お願いします。はい、ウケない、ウケない、ウケない。いやーね、もう、もっとちょっとほかとツルツルな。いや、これやったら別にもうお風呂屋さん行かんでも済むやん。いや、行かなあかんねん、もう。ということで、おー、何やってる。西森、慣れた手つきでオイルを塗って準備 OK。 インドの伝統的なスポーツ、クスティを習います。いや、始めます。はい、はい、スタート。そう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 。うわー、ぐわー、頑張れ頑張れ。危ない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 。これ中で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 、すごい握力。あ、すごい。やばい、やばい、やばい、負ける。気をつけて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 。すごい、なんでこんな怒ると思って。さすがオイルレスリング経験者の西森。相手の攻撃をうまくかわしながら機会を伺います。さあ倒せるか。はい、ブスさん頑張って。と、とっくに結果も。一体どうなる。西森が挑戦するのは体中にごま油を塗って戦う北インド伝統の格闘技クスティ。さあ倒せるか。はい、おお、ブスさん頑張って。すごいすごい。すごい。いや、わ、え、筋肉が。あ、あ、勝て。
何やねんこれ。背中がつくとその時点で上げてしまいます。西森さん頑張って。頑張って。疲れてきた西森が。ダブルです。あ、握手した。うん、いいですね。ケイがもう気持ち悪い。楽しかった、習い事として。だから、楽しないって。楽しくない。全然楽しないって。プロレス好きのケンコバさん、クスティ、一度習ってみませんか？世界の格闘技が見れて嬉しいですよ、私も。前のやつとほぼ一緒ですけどね。